ポンちゃんおはよう。今日のお花。今日のお花はこんな感じです。少しここをね、高くしたりなんかして、こう、傾斜をつけました。そして、意外と気に入っているのはここですね。ちょっと明るくなりすぎてるかな。この塊、花束を寝かしたような状態ですね。これがあるおかげで、こちらも雰囲気が、どうですか？なんかいい感じでしょう？ちょっとここがね、これちょっと洋風の、包装紙に包まれてるみたいな感じなんですが、この辺、ジャン君がバリバリ噛んで破ってしまっているので、ちょっと貧乏臭くなります。でもなんとなく気に入っています。お、ピントが。ポンちゃんが、毎夜、扉を開けてしまうので、それを食い止めるのではなくて、開いちゃった時に、風よけのためですね。風を、すごい寒いんですよ、深夜ね。よく開けるので。で、まおいママさんがその度に閉めるんですが、寝不足になってしまうので、このように。一旦、これは、仮のものです。このサイズの、ものをちょっと作ろうということになりました。ホームセンターの方でですね、カーテンのようなものを買おうかなと思ったんですけれども、ちょうどいいサイズっていうとちょっとないので、そうね、結構ガラガラガラってこの辺ぐらいまで開けちゃうことがあるので、もっと長い方がいいですね。横は1メーターぐらいになるかな。ということで、暫定風よけということのマフラーだね、これはね。まおいママさんのマフラーをここにつけてあります。よいしょ。出来上がり。あ、つらいつらい。腰が痛い。よいしょ。んな感じになりました。ここにコンピューターを戻してですね、完成となります。さあ、このような感じになりました。全部ついたかな。お、うん、大丈夫そうだね。はい。